昼ご飯を食べてきました。お腹いっぱいです。ということでですね、次は、長浦コースを回っていきます。では1番ホール345ヤードパー4です。パー4スタート、行きましょう。よし、じゃあ後半もお願いします。よいしょ。ありがとうございます。よし、まっすぐ、いいスタートですね。セカンドが140ヤードです。ゆっくりと入れていきます。ふふん、うまい。いい感じかも。ご飯食べたら、あ、いやいや、全然全然、方向がもういい。お腹減ってただけですか、さっき後半は。うん、ちょっとあのお腹鳴ってました、ね、途中なんか言ってたもんね、なんか鳴ったって。そうなんですよ、入ってないって言ったの。うん。そっか、ご飯食べれば大丈夫なんだ。元気になりました。OK。 はい、はい、結構上がりましたね。うん。うん。OK。はーい。早速なんですけども、コメント返しをしていきたいと思います。3月25日公開のパートボギーだけで耐えてるという後半いい調子という動画です。パートボディだけで耐えてる、耐えてる、耐えてたみたい。とリンさんナンバーワン、イエーイイエーイ。はい、次がコージさん、ロングホールはナイスリカバリーからのナイスパーでしたね。ドライバーだけがちょっと課題ですね。ドライバーちょっと体の回転が遅れてる感じかなというコメントですね。あ、そうですね、この日多分めちゃくちゃスライス出まくってたと思います、ドライバーが。でもなんかナイスリカバリーからのナイスパー取ってたみたい。やったーありがとうございます。シルクさん、いつの間にこんなに上手くなったんでしょう。10番のパーもすごいけど11番と12番のボギーがすごいと感心しました。しっかりファーストパットを打つというのは難しいのに見事でした。カメラマンの山ちゃんとの名コンビもスコアにいい影響を与えてますよね。グッドですというコメントをいただきました。そうなんですよ、いい影響を与えてるんですよ。かなりちなみにもらってますパワーを今日もすごい褒めてくれるのであのポジティブゴルフできてるかなって思います。ありがとうございます、いつも。はい、はい、ちょっと照れちゃった褒められてないから、褒められ慣れてない。褒めるけど、うん、そう与える人だ。シルクさんもありがとうございます。次がポールさん、ドライバーはまだスライスが出てましたがセカンド以降のリカバリーがナイスでした。10番ホールのパーはマネジメントもしっかりとできてたし、アプローチも100点満点でした。何よりもミスが出てもポジティブなのがいいです。リノ先生効果ですね。確かにそうなんです、そうなんです。本当にリノ先生とラウンドしてからゴルフがなおより一層楽しくなってます。わー、嬉しいな、アプローチとか褒めてもらってる。今日もちょっとアプローチ頑張ります。結構グリーン周りがちょっとドタバタしちゃってるので頑張ろう。ちょっとそろそろ打てそうなので行ってきます今日すごい噛んじゃう、大変だ。
では2番ホール、342ヤードパー4です。342ヤードちょっと長い気がするね。大丈夫だ、OK です。行きましょう。はい、では150ヤードユーティリティで打ちます。行くなら、惜しい。喜んでるでしょ。嬉しい。顔がもうだめ。ニコリしてました。全然違うもん。しょうがないね。悔しい。あ、出た出た。悔しい悔しい、出た悔しい。ポジティブに。嬉しいあれなんですね。左のパットは。途中に、はい、クリークが横切ってるのかな。あ、ちょっと打てないのか。ドライバーが打てなくて、何番？アイアン持ってる。7番。はい、130ヤードぐらい飛ばしたいと思う。あ、そうですね、ごめんなさい。パー3じゃなくって3番ホール308ヤードパー4です。やっていきましょう。うん、しょうがない。ちょっと目つち甘いです。うん、大丈夫で、5番ウッド今日もいいショットだったし。そうですね。超えてこい。おー、うまい。しょ。いや、5番ウッド、どうだろう。うまいよね。いや、大丈夫ですよ。絶対。本当ですか？うん。なんかさ。はい。7番アイアンより簡単そうに打ってるんだよね。なんか本当ですね。5番ウッドすごいんだよね。7番アイアン本当ですね。うん、すごいね。高いかもしれないです。フェアウェイウッド相棒ですね。OK です。はい、ありがとうございます。はい、4-6ですね。はい、はい、ということでコメントを読んでいきます。さっきの動画の続きです。新一さん、ナイスラウンド。前より簡単にパーとボギーを取れてるからいいね。ファーストパットが強くて返しが弱くなっちゃう傾向かな。
シミュレーションゴルフのパターのコツはいかにゲームとして捉えるか。画面のピンの距離に惑わされず、画面までが何ヤードで計算すれば楽になるんじゃないかな。自分の考えだけどうまくいってるので参考までに、というアドバイスももらいました。ありがとうございます。そうなんですよね、ファーストパットが強気な傾向があるので、タッチ合わせるってすごい難しいの。なんかパターのアドバイスとかあればちょっと教えていただきたいです。待ってます。すごい切実な。そうなんですよ、ちょっと今課題なんですけど、ちょっとどうしても解決できないので皆さんのお力を貸してください。はい、アジフライさん、出だしのパー5ナイスリカバリーからのナイスパー、これですよねゴルフの醍醐味は。嬉しそうにしてるマリンちゃん見てると応援したくなります、という優しいコメントをいつもありがとうございます。アジフライさん、いや嬉しいですね。ちょっとハッピーゴルフを皆さんにお届けできるように、ちょっと今日も頑張ってるので最後まで見てください。頑張ります。あ、これなんて読みしたらいいんでしょうね。ロサノレベルが合ってるかな、読み方ちょっと自信ないんですけど。お疲れ様です、マリンちゃん。つま先上がりの時は基本ボールは左に行きやすいので、目標に向かって体を右側に寄せるか、フェースを心なしかオープンにするといいですよ、うん、あーそう、傾斜なりにこう行っちゃうからってことですよね、うん、あー確かに確かに、そうで、あ、フェースをオープンにするっていうのは確かにちょっとやってみようと思います。ありがとうございます。いつもなんか惑わされちゃうので。なるほど。え、モリモリシュウちゃんさん、マリンちゃんすごく上手くなりましたね、可愛いしゴルフ上手いし完璧です、ありがとうございます。そのように言っていただけて嬉しいですね。なんか結構視聴者さんに、あの、なんだろうな、成長記録じゃないけどなんかそういう風に見ていただけてるのがすごく嬉しいし、コメントとかも本当に励みになってます。いつもありがとうございます。はい、ということで4番ホールパー5をちょっと今から行きたいと思います。行きましょう。